アジア4省流。北から順に、韓国、台湾、香港、シンガポール、アジア4省流。もしくは、アジアの4島のトラとは、韓国及び台湾、香港、シンガポールの高度な市場経済及び、先進経済に関連して用いられる用語である。これらの国、地域は、年7%を超える異例の高成長率の維持。 および1960年初頭から1990年代までの急速な工業化で知られる。なお、シャオロンという古称は本概念の提唱当時、すでに高度経済成長を遂げ先進国となっていた日本をアジア唯一の大流に見立て、それに次ぐという意味合いで名付けられた。21世紀までには前期の国、地域は競争上の優位性に特化し、先進国、地域及び、 高所得国、地域に発展した。例えば、香港及びシンガポールは世界をリードする国際金融センターであるのに対し、韓国及び台湾は製造情報技術で世界をリードしている。こうした経済的成功団は、多くの発展途上国の、特にタイガー株イコナミスの模範としての役割を果たしてきた。ありがとうございます。